サチェルページ、1906年7月7日から1982年6月8日は、アメリカ合衆国、アラバマ州モービル出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。野球の歴史上最高の投手の一人とされる。ニグロリーグにおけるカリスマ性は、メジャーリーグのベイブルースと並び称される。1906年、アラバマ州モービルのスラムサウスベイで、 庭師の父と内職を営む母との間に、12人兄弟の7番目として生まれた。貧しい家庭に育った。サチェルというのはニックネームで、その由来は諸説あるが、少年時代に荷物運びで長い棒に複数の荷物をかけて持ち運ぶという仕事をしていたため、友人から歩くサッチェルツリーと言われていたからという説が最も有力であり、 それ以来この名前で通したという。1918年、12歳の時に万引き癖のため、実業学校に入らされたページは、そこで、エドワードガードの指導のもとピッチングスキルを身につけた。1923年、兄、ウィルソンが所属していた、セミプロチーム、モービル・タイガースに入団する。チームには後にニグロリーグのスタープレイヤーとなった、テッドラド・ドクリフ、ボビー・ロビンソンもいた。 ニグロリーグ時代には約2500試合に当番2000勝以上を挙げ、内ち完封勝利は350以上、ノーヒットノーラン55試合など、にわかには信じがたい成績が伝えられている。一説にはこれは中南米の野球チームとの交流戦などをすべて含めた数字ではないかとも言われているが、それを差し引いても傑出した名投手だったのは確かであろう。上手。 横手、下手どこからでも投げ分けることができ、投球練習の際、ホームベース上に置いたタバコの箱の上をボールが通過するほどコントロールに優れていたという。急速の計測記録は残っていないが、時速160キロメートルを投げていた、速球王、ボブフェラーが、サチェルの投げるボールがファストボールなら、俺の投げるボールはチェンジアップだよと発言している。 フェラーの速球を見たすべての関係者が、時速1 7 0トルを超えていたと証言している。ことから、極めて速い球を投げていたと推測される。ページとノーラン・ライアン両者の球を受けた保守は、時速1 7 9トルくらいではないかと、コメントしている。記録が不確かで伝説の意を出ないが、全打者三振になりそうな試合で、 最後の打者が振り逃げで28連続三振になった9回裏にわざと走者を貯めて無視満塁にししかも野手を全員ベンチへ引き上げさせて打者に勝負を挑んだなどの逸話があるそれ以外にも今から9人連続三振を取ると宣言して達成したり野手全員をマウンドの周りに座らせて投げるなどショーマンシップにも長けていた1930年には メジャーリーグ選抜との交流戦で22、脱三振完封勝利を記録している。しかし、ベイブルースとの対戦の機会はなく、晩年になっても残念がっていたという。ただし、ベンチからページの投球を見ていたベイブルースの顔が青ざめて、言ったとの証言が複数残っている。なお、記録がはっきりしている1934年は105試合で104勝を挙げていると言われることがあるが、 この年のページの公式戦成績については主に、ニグロリーグの強豪ピッツバーグクロフォーズに所属し、独立リーグの9番ホースオブデイビットでの成績と合わせ13勝2敗という記録が残っている。1947年、ブルックリンドジャースがジャッキー・ロビンソンと契約して、メジャーリーグのカラーラインが破られた時、ページは40歳に達していた。待っても待っても、 そんな日は永久にやってこないんだと思っていた。その日は突然訪れた。だが、それは私にではなかったと語っている。しかし、翌1948年、シーズン途中にクリーブランドインディアンスに入団し、42歳の史上最高齢新人投手として6勝を挙げ、リーグ優勝に貢献した。メジャー通算成績は28勝31敗。 防御率3.29だが1952年には46歳で12勝を挙げており、1952年1953年には連続して MLB オールスターゲームにも出場している。1965年、カンザスシティアスレチックスと一試合だけの契約を結び、メジャー最後の当番を果たした。この時ページの年齢は59歳だった。しかし青年に移設もあり、 実際には60歳を超えていたのではないかとの説もある。いずれにしても現在でも最高齢登板記録なのは事実である。この時はダグアウトにページ専用のロッキンチェアが用意され、ページがマウンドを去ると観客から惜しみない拍手とともに私を野球に連れてっての歌声がこだました。1971年、ニグロリーグ特別委員会選出により野球殿堂入り。 長らく日本では無名であり、知られる際も史上最高齢登板投手として認識されるにとどまっていたが、佐山和夫による電気史上最高の投手は誰かによってその知名度が広まった。またイラブ・ヒデキは現役引退後のインタビューで中学生の時にページの追悼特番を見て衝撃を受けたことがメジャーリーグを意識するきっかけになったと発言しており、 ロッテオリオンズに入団してから、最初の6年間は、ページのように投げたいと思っていたという。佐山和夫著、史上最高の投手は誰か、より1906年7月7日、アラバマ州モービルで生まれる1918年12歳、おもちゃを盗み強固院へ送られる。1923年17歳強固院を出る。1924年17歳黒人のセミプロチーム。 モービルタイガースに入団。30勝1敗。ワールドシリーズ。1926年19歳黒人プロチーム。チャタヌガブラックルックアウズに引き抜かれる。月給50ドル。1928年25歳。バーミングハムブラックバロンズに引き抜かれる。月給275ドル。1929年26歳。ナッシュビルエリートジャイアンツ所属。 シーズン終了後一時的に、ボルティモア・ブラックソックスの巡業に参加。大リーグオールスターと対戦するも、ベイブルースとの勝負の機会はなし。同シリーズで、ジミー・フォックスを3打席三振で抑える。1933年27歳、ピッツバーグ・クロフォーズ所属。42試合31勝4敗。21連勝。1934年28歳のオスダ・コダノ。 ビスマーク所属。105,104勝。大リーグ選抜相手に延長13回1から0で勝利。ワールドシリーズの優勝チームカージナルスとサチェルを主力とした黒人リーグ選抜の9試合でカージナルスに2勝しか許さず。1935年29歳40イニングで三振ダッシュ60。MVP 獲得1937年31歳。 ドミニカ大統領から3万ドルを受け取りチームを編成。ベネズエラ、ドミニカで8週間の巡業を行う。1938年32歳、カンザスシティモナクス所属。メキシコで腕を痛めるが副長。42年までの連続優勝の立役者となる。1939年33歳、カンザスシティモナクス所属。主戦投手として、モナクスの優勝に貢献。 アラバマ州にてガイアで引き上げのパフォーマンスが失敗。1941年35歳、ニューヨーク産市にて特集記事となり、年齢を34歳から40歳としている。1942年36歳、カンザスシティモナクス所属。ニグロワールドシリーズでグレーズ相手に4勝のうち3勝。インデペデントプレイヤーとして、チームのユニフォームを着ずに、 ページの名前だけのユニフォームを着用。7月21日、ピッツバーグにて、かつてのチームメイト、黒いベーブルース女子ギブソンと対戦。満塁にして勝負し3級三振に打ち取る。1943年37歳、カンザスシティモナックス所属。ニグロリーグ東西、オールスターのファン投票で1位に選ばれる。オールスター戦の観客数は5万1723人。 1945年39歳、カンザスシティモナックス所属。西海岸でのエキシビジョンでボブ・フェラーと投げ合う。1947年41歳、カンザスシティモナックス所属。21勝0敗。1948年42歳、クリーブランド・インディアンズ入団。初の大リーグ入り。この時チームにはボブ・フェラーがいた。 1948年42歳、クリーブランド・インディアンズ所属。7月9日、本拠地、クリーブランド市永久場セントルイス・ブラウンズ戦にて、大リーグ初登板。2回にアンダム失点、三振1。先発した2度目の登板で、完封勝利。8月20日、シカゴ・ホワイトソックス戦で7万8000人の観客を集める。 大リーグ1年目の成績は6勝1敗、セーブ数はおよそ10。防御率2.48。1敗はエラーによる失点で試合は0から1。ボストンブレーブスとのワールドシリーズ第5戦でシリーズ初登板。投球回数わずかに3。チームは優勝したが活躍の機会を与えられなかったことで選手兼任監督ルーブードローとの関係が悪化。 1949年43歳、クリーブランド・インディアンズ所属。大リーグ2年目4勝7敗。防御率3.04。シーズンオフに解雇。1950年44歳大リーグを追われ、インデペデントプレイヤーとしてプレー1951年45歳、セントルイス・ブラウンズ所属。2度目の大リーグ入り。45歳で3勝4敗。 62イニング48奪三振。1952年46歳、セントルイスブラウンズ所属。12勝10敗10セーブ。投球回数138イニングス奪三振91。被安打116四死球57。1952年47歳、セントルイスブラウンズ所属。オールスター出場。3勝9敗。シーズン終了後に。 チームは売却され、ボルティモアに本拠地が移転。1953年2年連続オールスター出場。1954年50歳黒人リーグで148試合に登板。1956年51歳マイアミのマイナーリーグ、マイアミマリーンズで37試合に登板。11勝4敗防御率1.86。111イニング脱三振79。 1957年52歳10勝8敗、防御率2.421958年53歳10勝10敗、防御率2.951960年55歳、主にセミプロ球団で投げる。11イニングで22三振。1961年56歳3、A パシフィココーストリーグ、ポートランドビーバーズ入団。5試合25イニング19奪三振。 防御率2.881962年57歳、インディアナポリスクラウンズ戦で5回6安打、7点を健常しノックアウト。1964年58歳アラスカ、アースクエイクス所属。大リーグカンザスシティアスレチックスから入団のオファー。1965年59歳、カンザスシティアスレチックス所属。9月25日、大リーグ最後の登板。 レッドソックス戦3回1アンダム失点。投球数28。1968年61歳。ミズーリ州ジャクソン軍にて、シェリフの代理となる。1970年63歳。アトランタブレーブス入団。4度目の大リーグ入り。背番号65。1971年、野球殿堂入り。ただし、大リーグでの経験10年という基準を満たしていない。 ため特別枠。1981年10年を経て、世紀の資格者として、黒人としてはではなく、黒人リーグから、初めての野球殿堂入りを果たす。1982年75歳カンザスシティのサチェル、ページ球場で、始球式。この始球式の日の3日後に死去した。ありがとうございます。